ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14グレンのリベレーター編第42回配信を撮っていきたいと思います。この参加してないフェイトを勝手にフェイルドにされるのはなんか、そしてこの様子をご覧ください。犯行現場です。見てしまいましたね。というわけで戦闘になるな、これは。じゃあ大柄の海賊さんに話しかけよう。いや、君が犯人かい？おう、手伝ってくれるとはありがたい。一人抑えるだけでも手こずってたってのに、沖の岩周辺に暴れてるやつがまだ二人いるらしくてよ。毒剣に当てられた新米の海賊二人を探して、見つけたらこの特製のしびれ粉を使って動きを封じてくれ。その後は俺たちで何とかするからさ。だが薬を使う隙を作るためには新米たちを弱らせなくちゃなんね。くれぐれも手を滑らせて殺しちまったりしないでくれよ。あ、ごめん、これ違うクエだった。あの海賊衆があの後ろから切りつけられてるクエストかと思ってた。違った。あー、混ざったな、変な風に。まあ順番に行こっか。じゃあこっちか。この辺の何するんだっけ。あ、ウミヘビを麻袋で捕獲みたいなやつ。弱らせばいい。食らいましたね。半分ぐらい。もうちょっと。ここで。いけた。うん、あと3、2体か。これくらいじゃダメ。半分とか、半分以下ぐらいでいいのかな。思ったよりじゃあ緩いな。あと一体。毒が続いてるけど、まあ行くか。指定地点で。海賊を弱らせて硬いのです。ぐらいならんとダメか。さすがに。
し、使えないんだ。もしくは Wi-Fi、 あ、ここね。使えてる？あ、消えるのが遅かっただけだった。この先か。この辺？よいしょ。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。早瀬に言われて来てくれたのか。ありがとうよ。漁師だと名乗る男にここで商談しようと言われて、のこのこ出向いたところをまんまと襲われたんだ。俺は戻って怪我の手当てをしてもらうとするよ。お前も早くここから立ち去った方がいいぞ。まだ残党が潜んでいるかもしれねえからな。あ、これがさっきのが犯人だった。これいっとくか。あと海賊。あれ、さっき通り道だよな。なんか見落としたのかな。完全に通ってきた場所だよね、あれ。節穴だったか。ここらへん。ああ、そこか。日に焼けた海賊さん。早瀬さんに頼まれて見回りをしているだって？なるほど。こっちは大丈夫。怪しい人影も見てないぞ。あんな一件の後だもんな。警戒してくれてありがとうよ。あ、これで全員だね。じゃあ奥行きますか。もう奥までワープでいいかな。さて、サンゴ台の海ベタさんのとこまでやってき、海ベタさんのとこまでやってきました。荒波に言われて来てくれたのか。確かにお前さんなら頼りになりそうだ。実は部下が捕別船を払わない異国船を故意に見逃しているらしくてな。反撃にビビってるのか。まったく軟弱な輩だ。そこでお前さんに異国の船乗りを装い、沖の岩の南東にある見張り役の海賊を脅してみてほしい。やつがどんな反応するのか確かめてみたいのでな。ただし下手に出たら舐められて襲われかねない。戦いに備えて見せて威嚇し震え上がらせてやれ。大丈夫かこれ。戦いに備える。どっかに入れちゃった。
とね、ここの下に、よいしょ、どこだっけ、こっちか、これさすがに戦わざるを得んな。さすがにダメだよね。この距離で殴られた。する前に手早く、カモン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 、この辺まだか、あれ、あ、いいのか、今日見張りの確保っていう場所だな。こっち、ここマップ上げたけどこっちの方って行ってない気がする。この辺、岩の裏ぐらいかな。あの人か。待ってよ、戦いに備える。異常なーし、仕事中だ、邪魔しないでくれよ。戦いに備え、いや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 、ロボってのか、あ、すすすす、すぐにみんなに知らせねえと。はい、お、これはサイド、報告かな。じゃあちょっと報告っていうか続きのとこまでワープですな。さて、サンゴ台まで戻ってまいりましたので報告を、報告っていうか続きを。おお、脅してきてくれたか。それで見張り役はどんな様子だったか。戦いに備えたら、なるほど、勢いよく逃げていったか。よし、ちゃんと正しい対応しているようだな。おっと、すまない、実はこれは奴の抜き打ち訓練だったのさ。サンゴ台が敵襲を受けた場合は筋交い砦に援軍を要請することになっていてな。
だからその場から逃げるのは正しい対処なんだ。本気で脅してもらいたかったんで伏せてたんだ。おかげで訓練は大成功だったよ。ありがとうな。荒波にもこの結果を伝えてくれ。ちょっとここの知らぬいの正体のクエストかな。というわけで現地までワープです。さて来ました。さっきの大柄の海賊さんだね。おう、うまくいったか。早速毒気に当てられた二人の手当てに行くとするよ。ヤナにも状況を伝えておいてくれ。ヤナにも状況を伝えておいてくれ。さぞかし心配してるだろうからな。じゃあ協力してくれてありがとうよ。うん、じゃあもう全部報告でいいかな。ということでエーテライト付近までワープですかね。さて戻ってまいりました。ではアルテナート紹介にもいかにあるか。荒波さんにまず報告だね。お帰り。訓練はうまくいったようだな。先ほど見張り役が真っ青な顔で駆け込んできたぞ。一体どんな脅かし方をしたのやら気になるぜ。おかげでいい訓練ができたよ。騙す形になっちまって申し訳なかった。思うところもあるだろうが、この礼で収めてくれ。いいんだよ。でもあと各種報告か。だいたい上か。いや、バラバラだな。全部上かな。とりあえず上から報告しよう。違っとったら飛び降りよう。じゃあまず海賊。大海蛇を3匹生け捕りできたか。麻袋に入れてきましたよ。ありがとうな、あんちゃん。精鋭でも1匹がやっとな大海蛇をあっという間に3匹取ってくるとは驚きだぜ。大海蛇はすぐにさばかないと肉質が落ちるんだ。その上牙は武器の、肝は丸薬の材料にってな具合で余すところなく使える役立つ存在なのさ。その他にも海賊種特有の使い方もあるぞ。重大な掟破りが出た時にそいつに大海蛇の毒を混ぜた酒を飲ませるんだよ。十中八九死ぬが運よく生き残ったら掟破りの罪を許され再び同胞として受け入れてもらえる。まあ俺もその悪運の強い一人だったりしてな。結構いろいろあるんですね、そういう厳しい罰則が。ヤナさん、ふう、新米たちは無事だったようだね。ありがとうよ。だいたい知らぬいには近づくなってのが海賊衆の常識なんだ。知らぬいには海で死に、まともに弔われなかった魂が宿るって伝承があってね。現世に執着している魂だと毒で聖者を犯すと言われていた。新米たちは甲州の山間部出身だからね。この伝承を知らずに舐めてかかったんだろう。それじゃあ礼を受け取ってくれ。あんたもこの辺りを旅するなら宝玉会の伝承は覚えておくのが身のためだよ。ここお祭りやから。あとは報告報告。一回でも久金に戻らんとちょっと残ったまま次行くのはなんかやだな。じゃああとこの2件報告。早瀬さん、結構辛辣な事件でしたね。聞いたぞ、仲間を助けてくれてありがとうよ。漁師に襲われたと聞いたが腕前からして素人じゃなかろう。犯人の正体を考えてみたんだが、襲われた二人に共通点があったんだ。二人は以前とある船を襲ったことがあってな。久金から来たという数人の浪人が乗った船で捕別船の支払いを拒まれて切り合いになったらしい。もしかするとその時の浪人が報復に来たのかもしれないな。
どうせ構想に敗れたヤクザ者か、赤星組に追われた罪人だろう。切り捨てて構わない悪党だったが、相手が悪すぎたな。こうして監視しているとはいえ、両氏を装われては、こちらの対応も遅くなってしまう。今回はお前に助けられたな、礼を言うぞ。じゃああとはこれで終わりかな。青髪の人は無事でしたよ。ご苦労さん、こっから見えてたぜ。姉ちゃんが無事でよかったよ。今回はそうなんじゃなくて、イソクラゲの毒のせいだったか。海流の影響でこの辺りの浜にはいろんなものが流れ着くが、仏さんだけは勘弁だぜ。お前も海を甘く見ちゃいけないぜ。さあ、こいつは手間代だ。ありがとうよ。ごちというわけで、一回クガネに帰りますが、今回の動画はここまでにしとこうかな。では次回はクガネのアルテナード紹介からスタートしたいかと思います。では第42回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。